こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはスピードシャルエード。綺麗なスタートを切りました。クリス・ザ・シグナル前に行きそうです。スピードシャルエード、それに続いています。さらにはクールレター、7番キャプテンコマンド、その後ろ先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。前に戻りましょう。クリス・ザ・シグナル前手を取りました。その外からキャプテンコマンド、内からはクールレター、その外からアルダントシュート、内からはバースト、その外からシェイクチャーマー、内からはバラシア、キングマンボ、そのうちに続いています。その隣にザフォニック、セカンドセットすぐ後ろ、この辺りで先頭が変わりました。ウィンドカフェ、クリス・ザ・シグナル、ほとんど差がありません。キャプテンコマンド3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はキャプテンコマンド、キャプテンコマンド先頭、2番手はウィンドカフェ、先頭を捉えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はコロットサンダー、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。残り 100m、 コロットサンダー差を広げる。2番手はザフォニック、コロットサンダー1着、コロットサンダー完勝。コロットサンダー1着、2着はザフォニック。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。コロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。